こんにちは。えー、相手が、えー、星4が3体いるので、えー、こちらも星4でチームを組むことにしました。で、持って前衛が赤、青なので、えー、青でチームを組むのがいいかなと考えたんですけれども、とりあえずこの3体を決めて、 たので、えー、右半分を一塊と考えて、えー、緑多めでチームを組むことにしましたはい行きます相手はカウンター目くらましチームなのでリ、えー、ガルドとメレンドルを外せなかったですでは,ではでは緑竜を作ることを目指してここ行きましょうか ではでは緑竜作りまして、えー、ではやっぱり緑竜、えー、使いまして、えー、フランクにスキルを発動されてしまう。 えー、止められなかったということでということで、えー、ここ行きましょうかはい防御力下げられてなんとかリガルドのスキルを発動したい、えー、ジャスティスが怖いとりあえずここ行きましょうかメレンドルで回復をして えー、ではフランクは、えー、この弾で倒せるのでリガルドに対して、えー、ヘンゼルを当ててでもってオーラは温存して とりあえずフランク倒しちゃいましょうか、えー、防御力ダウンが恐ろしいので、えー、リガルドで消してとりあえずプロテウスを使おうか悩んでるんですけど使いましょう、えー、今はリガルドに弾を当てたいので、えー、プロテウスを温存するべきか悩みましたがもう使いましょう えー、ガルドのライフが、えー、半分以下なので、リ、えー、ガルドにオーラを使って。で、持って、えー、では赤ダイヤを作って。リ、えー、ガルドにマナを貯めきれるかな、えー、赤ダイヤを使いまして。 はい、それでは、えー、紫から打ちをしたいんですけれどその前にその前に、えー、先にあのマナのたまらない今のうちに、えー、左の紫を消してでプロテウスが終わったので、えー、右のから打ちをしましょうか。 えー、再び、えー、プロテウスにマナーが溜まったので、えー、相手を止めて、相手が止まってるうちに、左の球をたくさんたくさん消したいです。左の球をたくさんたくさん消したいです。えー では、どっちもライフ半分以下ですが、ではメレンドルをえーオーラ当てて、でたくさん消すことを考えて、青ダイヤいっちゃいました。はい、メレンドル倒せましたね。 では、ここは、えー、マナの溜まっている、えー、ジャスティスに対してヘンゼルを当てて。でも、って、状況はかなり優位なので、緑をたくさん消すので、えー、どうする先にここ行きましょうか。 もう勝ちですね。これで勝ちですかね。はい、えー。星4チームで勝つことができました。はい。ありがとうございました。